押し合いが始まりました。米兵が手を挙げています。僕らが座ってるところを見ながら旋回しますからね。わざと手くるパパパパと、そうそう、目標物と思うな。警察が許すのか、誰が許すんだ。説明会無視なんでいきなり工事、それはありえないでしょう。これはオスプレイのための基地でしょう。権力を持つ国側が弱い住民を訴えるなんてね、前代未聞ですよ。この運動に加わるなという一つの見せしめみたいなもんでしょう。国民さん、歯向かうものはこうなるよって。これだけの反対を押し切って強行配備をしようとするやり方は、戦後の銃剣とブルドーザーで土地を。 And those guys dressed in those uniforms would be in the village, and there'd be a little fight, and the Marines would rescue whoever's in the pen, and the game would be over. 本当、沖縄県民をバカにしてるよね。バカにされてる。反対する市民が動き出しました。普天間基地のゲートが封鎖されたのは前代未聞のことです。今ですね、警察が住民に対して手を挙げて強制的に排除していきます。あんたは県民の命を守るべきだぞ。アメリカを守るのか。アメリカを排除して。何十年こんなことしてる。うちのアンチは内情もアメリカも何もしてないよ。うちなんちょっと欲しかったんでこんなしてるんだよ。君は燃えてるぞ。